どうも、ヤクモコマチです。戦国姫セブン番外編、始めていきましょう。今回はですね、前回言った通り、井伊直政の方に行きましょう。で、多分なんだけど、水野さんとのイベントがあると思います。では、早速。ボタンを間違えた。今、俺の眼前には一人の女子が座している。容姿のみ注目すれば、二十歳にも満たない年の頃に思える。また小柄さが見目の淡麗さに拍車をかけていた。リリースさと可愛らしさを彼女は程よく同居させている。出そうとも立とうとも、ずっと伸ばされ続ける切実からは、生来の生真面目さも感じられた。この井伊直政、本日をもってご当主並びに天城相馬殿の采配を仰ぎ邁進いたす所存。ああ、こっちの服なんだね、普段の服は。てか、こっちの服だったら、随分この子をはだけさしてるね。新参であり、若輩でもございます。務めようとも、至らぬ点を立つは至難。どうか、ご指導のほどを。例えば前回、水野の服はあんまり見なかったけど、直政のは、とりあえずわかったのは、水着かな。もしくは、踊り子かな。なんかヒラヒラしてるのを。あるし、まあ、多分ヒヤヒヤヒヤしてるんですよ。髪留めかなんかだよね。結んでる。まあ、特になんか際立って面白そうなところはないので、こうか。満身なき心構えを見せてもらえて、こちらとしても頼もしい限りだ。ハキハキとした直政の成長につられ、俺まで声に張りと重さが生じてしまったように思う。少々偉そうにしすぎてしまったか。どうしてふっだなんてかすかな笑いをこぼしてしまったのやら。まあ口から出た息や言葉を引っ込める術ではない。表情も態度も大きく変えず、このまま話を進めよう。伝え聞く武勇をここでも発揮してくれるものと期待している。よろしく頼むぞ直政。はっ、この身の力すべてを惜しまず出し切り、敵を圧倒してご覧に入れます。お、あ、これ普段はこっち、あれこれ赤くなるんだっけ、後々直政だし。なんかさ、その頭のと、あの角、それに関しては戦つっぽい印象あるんだよな、この子。ちらほら、おとりこっぽい、なんかその、水色の布のあれは見えてるんだね。こっちの兜衣装の時でも。刃は十字。太刀打ちは金。絵は赤。そんな長き愛想を振るって敵を蹴散らす直政には、迫るものがあったのだろう。誰が呼んだか、井伊の赤鬼。あれ、これ黒く見えるけど、赤いのかもしかして。薄いんだよなぁ、あの灰。なんか海藻だから。目の前の小さな女子が鬼だなんて、とても思えないが、戦場で槍を持つ姿を見れば、印象はきっと一転するんだろう。お時間をいただき、誠にありがとうございました。それでは、私はこれにて失礼いたします。あ、本当に挨拶だけなんだね、この子。せっかく来たんだから、もう少し話をしていかないか。ほら、信仰を深めるためにさ。長いしたら、俺の邪魔になるかもだなんて、そんな風に気にしなくていいんだぞ。もっと気楽に行こう、気楽に。偉そうに応答していただけに、今更そう軽い調子で、直政を引き止めることはできなかった。ああ、ではまた。短い言葉だけを発して、俺は直政を見送ってしまう。親しくなるための第一歩に、滅びこそしないものの、ちょっとけつまずいたよな。失敗したとは言わないけど、成功したとも言えないよな。もう少し他愛ない会話を続けておきたかった。好きな食べ物や、動物や、書物、それらを知るだけでも、より良い関係を築くための一手を得られることがあるのだから。もしかすると、俺は知らず知らずのうちに赤鬼の迫力に飲まれていたのかもしれないな。だとするなら、
ある意味で頼もしさは証明されたか。直政が本気で戦意をあらわにしたのなら、殺すの息を全身からにじませて槍を振り回したのなら、どれほど恐ろしいのだろう。きっと敵の将兵は今の俺以上に普段の自分を出せずに動きをまごつかせるに違いない。共に戦場に向かうその日を楽しみに待っておこう。直政は心強い味方であり戦力なのだから。俺はふーっと長く息を吐き気を抜いた。チョコへと向かう道すがら、俺の耳はうっすらとではあるが怒号を捉えた。今日も道場では将兵一同が鍛錬に精を出しているのだろう。特に切羽詰まった所用を抱えているわけでもないし、ちょっと寄ってみるか。ああ、じゃあ今回道場なのね。張り切ってる皆を見てから書庫に向かった方が、俺も今以上に熱意を持って仕事を進められるだろうし。どうした？まだ100をようやく超えたあたり、この程度の素振りで乱れるなど言語道断だ。1000を超える修練を経てようやく実戦で敵に通打を浴びせられるのだ。銃に届くかどうかのな。北斗が空を切る鈍い音と足裏が床を、なんだっけ、強い強化に踏むことがで生まれる腹に響く音、さらに兵たちの息のこもる声が絶えず道場を満たしていた。その喧騒の中にあっても直政の声はよく響いていた。ああ、兵の生み出す音に声をかき消されるようでは将は務まらないのだろうが。そこ遅れているぞ。みな個々に違いがあろう。だがそれでも同等の体力と技を持たねばならんのだ。平時の直政は物静かな女子だ。年頃の女らしくキャーキャーとはしゃいだり、しょんぼりと気落ちしたり、ぶんすかと膨れたりはしない。一見すると実に大間でおしとやかだ。しかしそれはあくまで将として常に冷静であり続けようと己に言い聞かせているからに過ぎない。つまり生真面目さや矜持に起因するものであり、直政は断じて物静かな気質の女子ではないのだ。兵の中には直政についてまだよく知らず、いい様は可憐なお方だ、守ってあげたくなるなんて思っていたやつもいるんだろうが。足並み揃わぬ突撃に圧力などなかろう。揃わぬ槍ぶつまにも意味はなかろう。気合を入れろ。気合を入れてそれか。そんなことで敵を倒せるものか。腹の底から声を出せ。出してみせろ。赤鬼と呼ばれた荒々しさの一端が今直政からは発せられている。あくまで一旦なんだよな。今ここに敵はおらず、直政は別に本気で臨戦の態勢は取っていないのだから。ちょっと待ってね。ここにもなんかあれだな、マイクをオンオフを切り替えるところがおかしい気がする。さて、俺も頑張るとするか。いい加減な仕事ぶりをしていたら、直政の怒号が飛んできてくるものと考えよう。ああ、元より手を抜くつもりなんてなかったが、一層真剣にことを進められそうだ。内心で兵たちに、頑張れ、めげるな、と声援を飛ばしてから、俺は道場を離れた。まだ続きあるの？直政の覇気に満ちた声を耳にしたおかげか、今日はいつも以上に手早く仕事を進められた。己の作業の滞りのなさに大いに満足しながら、俺は軽い足取りで書庫を後にする。日が沈み切る前に後腐れなく仕事を終わらせられた日は本当に気が楽だ。まだ日は暮れていないぞ。夕闇迫るまでが本日の修練だ。気を抜くな。限界に挑み、超えろ。疲れたか、辛いか、
しかし敵も好機も待ってはくれん。え、いやいや、まさかぶっ通しで鍛錬し続けていたのか。疲労困憊、亡者も格やという風情でノロノロとうごめく兵たち。ならば怒鳴り続ける直政は地獄の極卒だろうか。よく声が枯れたり喉が潰れないものだ。え、あっけに捉えている場合じゃない。いくらなんでも皆に無理させすぎだ。直政そこまでだ。これ以上は兵たちが潰れてしまう。そうまだの兵の鍛え方については私に一任されているはず。いくら軍師といえども横槍は控えていただきたい。これは鍛錬じゃなくもうただの攻めくだろう。いいえ、戦場の過酷さを思えばこの程度は極楽でしょう。この苦しさに慣れ親しんでこそ一人前です。日々の訓練を思えばいっそ戦場で戦っていた方が楽だ。そう思えるようになる頃、皆は弱卒から強兵に羽化するのです。羽化する前にダメになってしまいそうなんだが。問題ありません。しかと見極めておりますから。まあいいでしょう。聞け、本日はこれまでとする。解散。直政がそう告げるや否や、兵たちは安堵の息を漏らし笑みを浮かべる。そして爺様の気が変わる前にとばかりにそそくさと道場から駆け出ていく。ほら、存外余裕があるものでしょ。本人が限界だと思っていてもまだまだ絞る余地はあるものです。さて、では私は私の鍛錬を始めることにいたします。え、時に怒鳴り、時に兵の尻を引っ叩き、時に手本を実演してみせて。直政だってかなり疲れているはずだ。表情こそ涼しさを維持してはいるが、現にその額には汗が幾筋も伝っている。あまり無理するなよ。いつものことです。私は兵に侮られず、そして文句を言われないためにも将として人一倍の努力が必要なのです。言わんとすることはわかるが、現時点で直政はすでに無理をし続けているということになるのでは。俺が思っていた以上に直政は厳格な精神の持ち主なのだろう。自身にも他者にもあまりに厳しすぎる。無茶をしすぎないように見ててやらないと。俺がどういったところで直政の方針はまず変わらないだろう。無理も止まらないだろう。だが放置し続けても恩和や改善は見込めない。まずは声をかけないことには変化の兆しは生まれない。危ういと思ったその時には躊躇なく制止しよう。キビキビと鍛錬を始める直政を俺はため息しながらに見守った。ちょっとね、今日近くで工事しててうるさいんですが申し訳ない。日々を重ねれば重ねるほど人は様々な出来事を経験し他者との面識を得ていくものだ。そして出会いがあれば別れがあり、別れがあれば再会がある。もうなの早くない。さて、こたびの再会は私にとって好ましいものであるのか否か、眼前に座す見知った顔を眺めながらに考えるが、なかなかに判別が難しいところだ。なおちゃんとまた一緒に過ごすことになるなんてね。っていうかまだ生きてたんだ。驚愕の極みって感じ。絶対早死にすると思ってたもん。再会して早々に言うことがそれか。この場合変わりがなく達者なようで何よりと言っていいのか。いいんじゃない。ほらもっと喜びなよ。親友が以前のまま微笑んであげてるんだしね。え、親友。お前のは微笑ではなく薄笑いというのだ。まったく常に人を小バカにして。親友だったらあれだろうけども、ちゃんとしっかりバカにしてあげてるよ。その根性
叩き直すにはやはり部を振るうしかないか。相変わらずだ。やる？やっちゃう？いいよ。いつでも相手になってやっからさ。となり、勝成は私に向けて拳を突き出してくる。全く以前と変わらぬ凶暴さ。ならばこそ回避も容易だ。手をそらし、そのままの勢いでくるりと一回転。さらに敷いていた座布団をつかみ、牽制として勝成へと投げる。おっと、なおちゃんも相変わらずいい反応してんじゃん。腕はなまってないみたいだね。勝成は放られた座布団を抱えたままクスクス笑う。躍起になって追撃してくる気配はない。いや、こちらを油断させるつもりなのかもしれない。桂香のなんだっけ、朗らかさはかな。一瞬で危機へと変貌しうるのだ。あれれ、どうしたの？もしかして足がしびれて結構辛い感じだったとか？追い打ちはなしか。ああ、もっと殴ってほしかったの？ごめん、なおちゃんがいたぶられたがりってすっかり忘れてた。誰がいたぶられたがるものか！つくづく人を食った物言いをするやつだ。褒めてはいないからな。褒めてはいないからなって言わないと言うの？私となおちゃんの仲じゃん。言いたいことはちゃんと把握してるって。ほう。ならばもう少し落ち着け。そもそも殴りかかるな。なおちゃんにはこの言葉を送ってあげるね。お？は、嫌だね。まあそれはそうと仲良くしようね。せっかくの顔なじみなんだし。もっきし断ったな。唐突にオーダーしようとしたことを謝りもせず、こちらのひどく常識な求めにも全く応じる気配を見せず、そして拒絶の下の根も乾かぬうちに仲良くしようと来る。ああ、本当に変わらない。この強人一歩手前の友は、あ、友として認めてるんだ、一応ちゃんと。友で、いいのだろうか？勝成は私を友と認識しているんだろうか？していて、これなのだろうか？まあいい。私はお前に負けはしない。手合わせでも、武功でも。お、やる気満々。いいよいいよ。そうじゃないとこっちも張り合いがないし。せいぜい頑張ってね。私と張り合おうってやつあんまりいなくて退屈してたし。ふん、言われずとも励む。そちらこそ不注意で孤立し果てることのないようにな。知らぬ中ではないがゆえ、届きそうであるのならば救いの手を伸ばすもやぶさかではないが。はあ、出陣するたびに欠かさず負傷するイノシシ武者が私の心配？100年早えんだよバーカ。私は煽りではなく善意から言葉を発したつもりだったのだが、勝成の心には響かなかったようだ。しかしまあ、これでこそ勝成か。私の言葉に感謝したり恐縮したりする勝成など気味が悪い。それはそうとさ、実は再会を記念してお酒を持ってきたんだけど飲まない？また真っ昼間からお前は。ん？いや待って、持ってきた？勝成が？あの勝成がわざわざ用意して私の部屋にまで？なおちゃんと知り合いなんだよねって言ったら父ちゃんがくれたんだ。こううるさくてイラッとすることもあるけど、まあ気も利くし便利なやつよ父ちゃんは。さあ急行温め直そうじゃん。軍師さんのおすすめのだからお値段もお高めで美味しいよ。こいつは何も変わっていない、そう感じていたが、実は勝成も少しずつ変わっているようだ。まさかあの勝成がこうも楽しげに他者について語るとは。私にはわかる。勝成なりに対象を十分高く評価しているのだと。父ちゃん、軍師さん、つまり天城相馬殿か。私もいろいろと気にかけていただいているな、そういえば。後日お礼を申し上げなくては。あと酒のお返しの品も何か。意図して持ち込んだ杯に酒を注ぐ勝成を見つつ、私は穏やかな笑みを浮かべる先達を思い浮かべた。
夜半から降り始めた雨は夜が明けてもなお止む気配を見せなかった。雨、急に雨になったな。しかし風は穏やかであり、雨音もしとしとと実に穏やかなもので、耳にする俺の心を落ち着かせてくれた。ん？なんか走ってきてる音聞こえるね今。ほいほい、来たわよ。なのよ。あ、お菓子ある？なかったら一っ走り取ってきなさいよね。空模様がどうであろうと、勝成の心持ちには何ら変化はないらしい。遠慮ない入室により、雰囲気はぶち壊しだ。ああ、っていうか、今縁側で映ってたけど、そうまあ中にいたんだね、部屋の中にね。オッケー。しっとりと長官な雨天に浸されていたから、そろそろ良さげな句の一つも浮かびそうな頃合いだったのだが。来たのか。何よ、その反応。そうちゃんが呼んだんでしょ？ひざまずいて感謝しろや、おい。確かに呼んだが、素直に来るとは思ってなくてさ。期待しても、どうせ待ちぼうけを食らうだけ。そんな思いから、俺は意識を風流に傾けていったのだ。来てくれなくては困るが、来てくれても心から喜べない。この間の悪さ、なんともかつなりらしい。悪気がないのに、行動は嫌がらせじみているというか。とにかく座ってくれ。今日は直政について相談があるんだ。私に奈緒ちゃんを暗殺しろって？ムカつくもんね、あの牛頭。なんでそんな嬉しそうなんだよこいつ。なんでそうなる？違うからな、直政の行動方針についてだ。第一印象で俺は直政を気まじめそうだと感じた。それは間違いではなかったか。久さが足りていなかった。直政は俺が思う以上にも気まじめで厳格で、そして頑固だった。自身にも他者にも常に厳しく、最善最高を目指すことを強い続けている。全く融通が利かないわけではないが、しかし妥協はまず許されない。直政の意気込みは頼もしくもあり、危うくもある。もう少し適当にしてもいいだろうと思ってしまう。当初顔を述べれば、勝成はうんうんと頷いてくれた。わかる、もうちょい適当に生きればいいのにね、直ちゃんも。直政と勝成、二人を足して割れば、実にいい塩梅なんじゃないだろうか。勝手気まますぎず、厳しすぎず、適度に笑い、適度に遊び、適度に仕事に精を出す。というか、全く正反対の気質なのに、よく友人として付き合えているな、この二人。周りが休息を進めても、あいつは素直に休まない。その頑固さが問題なんだよな。直政は気概に満ちている。それは褒めるべき点だが、長所とは短所にも通じるもの。例えば、劣勢に追い込まれて素直に引いた方が良い状況でも、直政はつい長々と踏ん張ってしまい、傷を負うことが多い。時が経てば、あそこは無理せず引くべきだった、と一応の理解を示し、反省もしてくれる。しかし、戦っている最中は、やはり頑張らねば、との強く固い一念が胸を満たすらしく、なかなか交代を決断しない。直政は決してバカではないし、弱くもない。だが、力とやる気の配分が巧みであるとは言えない。今一つ自分をうまく扱いきれていない。欲しい人物。それが今の俺から見た直政だ。ほら、直ちゃんって小柄でしょ？だから余計に頑張っちゃうのよね、多分。ちっこいとさ、どうしても舐められがちじゃん？背が伸びないの、かなり気にしてるっぽいよ。小さいからと、みんなに遅れを取らないように、そして侮られないように、そんな思いがついつい頑張りすぎてしまう一因か。なるほど、あり得る話だ。案外よく直政のことを見ているな、勝成も。数少ない友人であるからか？で、友として何か妙案はないか？休めと命じて布団にくくりつければ、さすがに直政も諦めてじっとしているだろう。だが、それで心身がゆるりと休まるはずもない。むしろじれて不満がたまるだけだ。うん、わかった。私がちょっと頑張ってみるね。そうちゃんにはまた改めて協力をお願いするから。おう。失礼を承知で言う。つくづく意外だ。まさかそんなに親身になってくれるなんて。私もさ、なおちゃんのことは気に入ってるしね。お気に入りのおもちゃが勝手に壊れるなんてダメでしょ。
壊れるのなら、それは私がぶっ叩いてた時でなきゃ。知らない間に壊れてたら私が楽しめないもん。まあ、うん、知ってた。直政は友じゃなくたちじゃなくておもちゃなのか。冗談冗談、今のはただの照れ隠し。勘違いしないでよ、私は直ちゃんなんて別に大事じゃないし。このギャルツンデレは本当にツンデレもちゃんと搭載してるな。直ちゃんなんておもちゃよおもちゃ、いつ壊れてもいいんだからね。ふーんだみたいな。うわ、嘘くさい。素直になりきれない女の子のかわいいかわいい本音の見え隠れするセリフだったでしょ。うん、まあそれっぽかったよ。まあ、あの勝成が少なからず心を配らせようとしているのだ。勝成にとって直政は決してジュッピー一ラゲーでいいのかなの存在ではないのだろう。一ラクゲかな。それこそどうでもいい存在であったのなら、勝成はあっさり興味を失い、すでに退出していたはずだ。で、どんな案が浮かんでいるんだ？内緒。まあ悪いようにはしないから、楽しみに待っててね。やっぱり全く信用できない。俺はどうにかその一言を吐き出さないように歯を噛みしめた。勝成が不機嫌になったら事態は悪化するだけだろうから。いや、まあ上機嫌でも事態は悪化しやすいのだが、今更だが俺は相談する相手を間違えたのかもしれない。そんな今回後悔がふと脳裏を過ぎた。雨のせいか。うん、体調を崩さぬよう気を払わねばな。で、今回なんですけど、ここで、一度切りたいと思います。ちょうどね、次回から面白くなりそうなんでね、そこはまた次回からにやりたいと思います。まあ、なんでかっていうとですね、ちょっとね、さっきの合間に一度タイトル画面まで戻って、この後ろがどれぐらい空いてるのかなと思って見てきたんだけど、結構ね、数が空いてたんだよね。で、二人でやる複合イベントは、今回結構長いのが多いんだよね。三成と義継も10個ぐらい。長政と面白い誰だっけな。まあ面白いなやつも、8個だったかなっていうんで、今回も8個ぐらいあるんで、今回これで今2個やったと思うんで、残り6個は次回に消化していきたいと思います。もしかしたら次回の方が長くなるかもしれないんですがね、この辺がちょうど良さそうなんで切っていきたいと思います。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。